始まりました。基礎山中ヘビーメタルを語る。えー、3回目の、今回は、えー、新しいバンドを紹介したいと思います。えー、紹介したいバンドはこちら。ドン。ネモフィラでございます。えー、ネモフィラは日本のバンドで、しかも女性5人組のバンド。最近このネモフィラに私バカハマりしております。 で、ネモフィラの何が魅力なのかっていうのを今日はですね、まとめて3つのポイントに絞って皆様に紹介していきたいと思っております。<music> えー、まずはですね、えー、その魅力の前に出会いだけ少し えー、お話しさせていただきたいんですけれども、ネモフィラさんと私の出会いは今から遡ることだい、まあ、大体2年ぐらい前ですかね。えー、私、あの、ヘビメタル芸人のトークライブというのを出させていただいてまして、主催が吉本に所属している、えー、橋山名伝くん、えー。橋山くんが主催になっているものなんですけども、えー、そのメンバーの中の一人に、えー、チャンス大城先生、ご存知ですかね。滑らない話とか。まあ、あと、 サンマ師匠のね、え、お笑い工場委員会とかにももう今最近頻繁出ている。えー、その、まあ、私、王ちゃんって呼んでるんですけど、王ちゃんから、まあ、ある、えー、YouTube の URL がグループ LINE に送られてきたと。で、それがですね、えー、ネモフィラさんのザ・トゥルーパー。まさにその後ずっと続く、えー、いわゆるカバーしてみたシリーズの第一作を送ってきたんですよ。一緒に出てるのが、まあ、漫画家であの、バーンでも連載されてる、えー、菊にまさひこ先生とか、 あと、奥様の国木ゆか先生とか、えー、バカ馬鹿よあなた、M1 ファイナリストにも行ったね、えー、このコンビの、えー、平井、ファラオ、ヒカルとかも、みんなが、ああ、うまいねとか、ああ、こう、なんか、かわいいねとか、まあそういった色々ポジティブな感想を、まあそこに入れていったわけなんですけども、何よりみんなが、同じく食いついてたのが、やっぱり楽しそうっていうね、 これポジティブさが一番現れる感情表現だと思うんですけども、これが何より魅力的だったんですよね。YouTube を始めたのが、まあ2022年の2月の8日。これがくしくもですね、日本でコロナの感染者が初めて見つかったのが2月の1日なんですよ。コロナの状況下で、私もまあ一応こうお笑いとか司会とかイベントでやったりとかで、まあ人前に出る え、職業なんですけど、まあ、おおむね、周りの人たちも含め、みんなですね、まあ、コロナだからしょうがないって、活動を縮小させる方向の人がほとんどだったんですが、やっぱりネモフィラさんがすごいところは、このコロナの状況を逆手にとって、むしろ YouTube で、いろんな名曲のカバーをずーっと続けてた。それ以外で言いますと、えー、ドラムの村田タムさん。 まあ、お二人のお子さんがいらっしゃって、まあ、えー、村田マムさんでもあるわけなんですけども、このタムさんがですね、まあ、お二人目ご解になった時に、まあ、要はドラムが叩けなくなるわけじゃないですか。ある一定期間。じゃあ、カバーで本家の方を呼んでこようと。えー、例えば、プリプリの富田京子さんであったりとか、昭、えー、屋の、えー、角田美樹さんだったりとか、まあ、もちろん、 プリプリだったり、省エイだったりのカバーをそこでやるわけですけれども、これって、本当に、あ、できないっていうスイッチじゃなくて、できる、何ができるっていう発想、これがね、やっぱり素晴らしいなと。この YouTube というのがこの中において、まあ結果的には今いろんな方々が、まあ、その、進出しているジャンルになってるんですけども、いち早くポジティブに、 今コロナ禍だからできることというのを積極的に進めていったことが今の活躍につながってんじゃないかなと。 さあ、えー、魅力二つ目、スター性ですけれども、まあ、とにかくね、まあさっき、笑顔が絶えない、明るいっていうのを、まあ、お話しさせていただきましたが、こう見た感じのあの明るさっていうのが、とにかくね、華やかで売れそうだなと思った、もう直感で。まあ、お笑い芸人で例えるならば、ミニホール新宿風という若手芸人の登竜門的劇場で、初めて、柳原カラコちゃんと僕一緒になった時にも、同じように思った。あ、これカナちゃん売れる。 ネモフィラさんには、カナちゃんと同じ輝きを感じました。それに輪をかけて、ああ、このスター性素晴らしいなと思ったのが、えー、リバイブの、えー、PV ですよね。えー、MV っていうのか。はい。このリバイブがですね、まあ、とてつもなく華やか。で、僕ね、釣りが好きで、パって PV 見た瞬間すぐ分かったんです。あ、これは、千葉のフッツだと。 フッツで何回か釣りに行ったことはあるんですけども、全く想像つかないぐらいミュージックビデオで繰り広げられている世界がアメリカ。もうまさに西海岸という感じ。千葉のフッツをですよ、あんな西海岸に仕立て上げる華やかさってなかなかいないんですよ。この華やかさというのはぜひですね、リバイブで皆さんも体感していただきたいですね。え、まあ、音も完璧、ライブも 非常にかっこいいんですが、これとまたちょっと違う要素がね、トーク。地獄のゆるふわ配信っていうのを定期的にやってらっしゃって、まあ、主に告知だったりとか、あと近況報告だったりを、まあ、メンバー5人の方でワイワイやってるんですが、このトークがね、ゆるくていいって思う。が、ノーガード。だからトークも、まあ、ボーカルのマゆちゃんが基本的に、マ、ま、ゆちゃんって言っちゃっていいのかしら。あの、進行なんですけど、もう、あの、 マユちゃんがあっちこっちもっそこにちょっとこう、あの、タムさんが少しフォローでトーク入れようかなみたいなこの感じがね、まさにアイドルのファンになるお客さんの心理をくすぐるっていうんですか。僕、アイドルイベントとかの MC もやってて、で、やっぱりファンの方々の心理っていうのが、頑張れっていう、ある種ちょっと応援したくなる、なんかこう、うん、その、はかなげな感じがいいんですよね。 これがね、今までのバンド像とはもう全く一線を隠す感じにね、僕は非常に魅力的なんじゃないかなと。あとですね、これスタートダッシュの素晴らしさっていうのもちょっと補足しておきたいんですけども、で、デビューライブが2019年の9月なんですよ。で、これがあのメタルウィークエンド2019、2019なんですけど、これのオープニングアクト。これは普通のライブバンドだとありえない発覚のデビューですよ。こんなイベントのオープニングアクトがデビューって、 これはもうまさにね、スターとしてのその先の道のりが約束されたデビュー。これはね、もう与えられた運命の方しか手にできないスター性だと思うんですよね。<music> まずはね、やっぱこれ聞いてください、リバイブ。で、このリバイブ、いきなりアルバム買うのちょっと不安だという方は、YouTube で結構、あのー、 上がってます、動画が。で、これはもう MV であったりとか、ライブであったりとか、ライブパフォーマンスの実力も含めて体感できると思うんですけども、作曲を担当されてる方が、もちろんメンバーの皆さんも書いてるんですけど、秋山健介さんという方がクレジットされてるんですよ。で、もちろん、あの、さきさん、 マリーズブラッドで書いてらっしゃいますし、他の皆さんも曲書けるので、他のメンバーのインプットがどんどん加わっていくことで、これ伸びしろ半端ないですよ。で、しかも YouTube 細かくチェックしていくと、まだアルバム入ってないのにいっぱいあるので、これだからその辺プラス、これもまた回改めて話したいんですけど、カバーの曲なんかも、 結構入れていくと、もうすぐにね、2枚3枚ってアルバム作れそうな気がする。それぐらいの、なんか才能の豊かさというのがね、もう感じられるんですよね。であと、演奏力の高さ。まあ、僕はあんま別にね、これもお飾りで置いてるだけで、別に楽器が弾けるわけでもないし、詳しくはわかんないんですけど、とにかくね、テクニシャン揃い。プラス、やっぱりね、ボーカルがすごいですよ。まゆちゃん。まゆちゃんって言っちゃっていいのかしら。 すみません。親しみを込めてこ。まゆちゃんのボーカルがね、何がすごいって、まあ、いわゆるこの、ちょっとこう、デスボイスっていうんですか、グロールっていうんですか。あの声が、やっぱりインパクトでかいですよ。で、あの声で、なんかまゆちゃんのイメージを決めつけると非常に危険で、クリーンボイスがとにかくいいんですよ。で、デスボイスは、まあ、いわばもう、日本のアンジェラゴっそうですよ。 もう私から言わせれば、それぐらいね、あの、やっぱ迫力あるしね、あの、聴いてて、やっぱり、胸打ちますよね、あの、ボーカルは。で、それだけじゃなくて、クリーンボイス。これがね、めちゃめちゃキャッチーで、もう言ったら、J、J-POP 歌ってもしっくりくるような、すごい甘い声なんですよ。甘いけど迫力がある。だからまあ僕ね、パッて浮かんだのが、浜崎あゆみさん。うん、あゆですよ。うん、だから私の中でまゆちゃんは、 えー、アンジェラ・ゴッソープラス、浜崎あゆみ。ぜひこのマヨちゃんのボーカルもですね、えー、皆さん聞いてみていただきたいなと思っております。今回は、えー、この、えー、ネモフラさんの魅力っていうのを私なりに感じたものをお伝えさせていただきました。次はですね、私別に音楽評論家でもなんでもないんですけども、この名盤リバイブを私なりにここがすごいっていうのをちょっとね、まとめて話していきたいなと思っております。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。 また会いましょう。